あの、はい、生レバーを客に提供して摘発された、うん、もう逮捕っていう ね、 ねえ、まあこれも考えたら氷山の一角というか、そうですね、まあでもどっか上げなあかんみたいなとこあるんでしょうね。そう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 、でまた、いや僕は分かんないですけど、いろいろ回ってたんちゃいます、業界の中で、うん、で業界の中で回ってて、あそこちょっとそれで勢いづいてやっとんでとか、うん、なんかそんなんでちょっと潰したろうみたいなの内定があるんちゃいますか。あ、なるほど、ね、まあ、実際内定があるからってそれ別にはめられたわけじゃなくて、まあ、悪いことは悪いことになりますからね、うん、そういうのがあんのかなとかね。まあ結局は告発されてっていうことで、うん、そうですもんね、あの店自身がまだ開店して1年ちょっとぐらいとか、うん、新しい店でしょ、うん、祇園の中でもね、うん、でもかなりこうガンガン来てたっていうことで、うん、まあやっかみ的なこともあって、うん、そういうことか。で、まあ、そういうことですね、うん、でこれ告発することは悪いことじゃないからね、うん、いけないことをしてるんだから、うん、もっと言えば逮捕されるようなことをしてるんだから、うん、それはしっかりと、うん、正してもらわなきゃいけないと、うん、でそれを告発した側がもし同業他社というかね、うん、そういうことであったら、うん、当然自分たちはそうやって法律遵守してるのに、うん、それを破ってるところが、うん、なんであんなに儲かるのかと、うん、客が集まるのかって、これはおかしいという怒りがそうさせたのかもしれないし、で行った人も言うんでしょうね、あそこはあれ良かったのに、ね、ここはあかんのかとかね、そうそうそう、言うのもあるんでしょうね。で祇園やから、まあそのちょっとええお客さんも来ありませんやから、なんかマイク遊びするような人もいてたりとか、ちょっと上得なんちゃいますの、お金、あの糸目つけへんコースもあるんでしょ、やっぱり。ほんなら糸目つけへん人からしたら、いやもうそれやったらもう向こう行くわみたいな人とか出てきて、うーん、でも向こう見つかっとらへんみたいな、いいなるんちゃいますの、マイコはレバーみたいなマイコはレディーじゃないっていう、でもあの考えたらそれこそ京都の土地柄っていうところもあってね、うん、当然老舗のところはちゃんと守ると、しきたりも守るっていうことで、うんうん、でまあ難儀やなと、うん、生レバーぐらい、うん、ね、でしかも自分とこがそういう食中毒を出したわけでも何でもないのに、うんうん、そういう法律が定められて、うん、もう2年経って、うん、まあそれなりにいろんな努力で、ね、うん、生食をできてた頃の売り上げにまで頑張って戻したというような企業努力してるところもあったのに、新参者が違法行為でガンガン来てるっていうところはね、それこそやっぱり京都ならではもう許せんというのもあったのかもしれないし、まあ、僕はなんかそのものすごくお金はかかるんでしょうけど、そういうところをその告発以外で、いわゆるそのあの検査していく期間っていうのがちゃんとあるべきやと思うんですね、はあはあ、それをやることであの公平にしてるというね、だからみんながちゃんと法令を守ってますよという不公平ないようにっていうのが、ほんまそれが一番ええと思うんですけどね、ちゃんとやってますかというのをね、ちゃんと見れる目がないと、なんかそういうのって法律で決めたって結局法の抜け穴があって、その中で得する人間も出てくるやんとかなってくると、これも構図としたら非常に難しいですよね、うん、でまあそもそも生レバーなんだけど、うんうん、そこまで規制せなあかんのかっていう気もするしね、うん、まあ人の好き嫌いあるんやけど、うん、僕なんかでも好きな方やから、うん、ね、今でも、ね、当然生レバーを今まで出してくれてた、うん、店が出せなくなったと、うん、だから焼かなきゃいけないんだけど、うん、その焼き加減をもうごく、ね、レアにっていうことは、まあ、炙りレアみたいな、そう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 、はい、いけば、うん、あの雰囲気的には生レバー的に食べれるっていうこともあったりして、うん、ね、そうやって、まあ、それも一つの客の、うん、自己責任っていうことでね、うんうん、だからそこまであまりにもガチガチにしたからこういうことが起きて、うん、でこうやって、まあ、一つ見せしめ的にもこう逮捕っていうことに至ったら、うん、ちゃんとじゃあ法を守ってくれるのかっていうのも、うんうん、さらにね深いところにまで、うん、こう潜ってしまう、うん、だから食べたお客さんにはもう絶対他言無用ですとかね、うん、そうなって絶対表に出ないようにまでしてしまったら、また違う意味でえらいことになってしまうし、まあ、あのフグの、 あの肝みたいなもんですよね、うん、なんかでもあれもなんかそのここやったら条例的に OK とかね、そんなんもあったりするんですよね。だから生レバーもひょっとしたらほんまにそういうようなもんを
作ってもいいんじゃないかなとかね思いますけどね。あで、まあ、結局、まあ、2年前とかに食中毒で死亡にまで至ったっていうのが、うん、もう一番のネックやったわけね、うん、で同じこと考えたら、まあ、これからの季節ね、うん、柿ね、うん、生牡蠣当たる人っていうのはそこらに何ぼでもおるやん。いてますいてます、うん、でもそれで死ぬまではなかなかいかないから、うん、だから生牡蠣がアウトっていうことにはなってないけど、うん、これねばかり間違ってこの冬なんかでどっかで生牡蠣で死亡者が何人ってなったら、うん、それすらアウトってことにもなりかねん。そうですね、実は危険なもんでしたとかね、そう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 、なるかもしれませんしね。であのなんか食べてた時とかね、なんか レバーいただきましたとかこうなんか乗せるやつもあんなやつも持ってのほかですけどね、いるでしょ乗せるやつ、うんうんうん、OK ですよみたいな、あんなようあんなもん乗せよるなとかね、うんうん、だからみんなやっぱ軽く考えてるのも軽くやと思うんですけど、でも法律っていうので定めたんだったらもっとその辺の重さっていうものをまあ、いわゆる食べる消費者側にも徹底すべきやと思いますよ、こんだけ怖いっていうのも、うん、でもそれイコール風評被害になって寄りつかなくなるっていうこの食品のそういう業界とのね兼ね合いもあるんですけど、その辺も結局なんかこうブランブランになってる状態やから、それやったらどんな状況なら食べていいかっていうものをちゃんとこう確立してあげる方がいろいろいいんちゃうかなと思いますけど ね、 ね、うん、あれでもね死亡にまで至ったから、うん、じゃあとにかく生食提供するのをやめにしたらっていう、うんまあ、非常に、まあ、短絡的っちゃそんな気もするし、うん、でその後こういう状況であればいいんだっていうことは、うんまあ、後付け的に詳細っていうのもあるわけなんだけど、うん、そこらをねもうちょっと最初からね、うん、しっかり考えた上でそれを法令化するっていうことにしないと、うん、やっぱり商売してる方にとってもね。そうですね、うん、だからその熟成肉がどうとかそういう熟成っていうものに行きましたけど、あれも熟成っていう言葉が実はすごく美味しい響きであって、はあはあ、でもあれはもっと言ったらアミノ酸もあって、うん、まあ言葉悪いけど腐るか腐らんかっていうところのとこですよという部分だったりするわけで、ほなそれ自身もお刺身でも熟成とかいうのもなってきてるわけで、うん、それも言うたらまあ取れたてよりはギリギリやったりするし、まあそんなんも実際どこまでかね分かりませんよね。だから今度は鶏肉はあかんよ、鶏のレバーはもう刺身であかんなのかとかね、そんなことまでいくけど、でも鶏は OK とかね、でもリスクで言うたらゼロではないはずなんです絶対ね。で馬の馬刺しというか馬のレバーでとか桜ユッケとか桜ユッケかなんかあんなんでやってますけど、でも馬やったらなんで OK やねんとかね。あそうやねんな、はい、今まで OK なだけかもしれんもんね、うんうん、だからほんまはそんなんも調べていったら絶対何かは出てくるんですよ。ね、1万人のうち1人当たってたやつが10万人のうち1人当たるぐらいになるだけのもんかもしれませんしね、うん、でこの辺がよう分からんですね。でも自分がもしその食品業界でやっててなんとか売り上げ伸ばそう思ったらもう必死になるでしょうけどね、特にね、まあ、今回の事例なんかはね、うん、新規参入だからこそね、なんとかね京都で祇園で生き残っていきたいっていうことで、あ難しいですね。でもやっぱ法律を定めはんねやったらちゃんとそこのパトロール機能っていうのは、うん、確立すべきちゃうかなと思いますけどね、うん、それとねもう一つ気になってるのは豚肉なんかね、うん、こうしっかり、まあ、焼いたりとか、うん、煮たりしなきゃ生じゃダメとかね、うん、寄生虫がうんぬんとかって、うん、これはもう子どもの頃から言われてるやん、うんね、はい、でも実際に豚肉でそういう食中毒になったってあんまり聞けへんよね。ああ、なんでしょう、やっぱり気ぃつけて火通してるからですかね、なんでしょうね。でも、うん、かなり、まあ、しゃぶしゃぶなんかでも、うん、豚しゃぶ、うん、本当にレアに近い状態で、そうそうありますよね、食べるでしょ、うん、もっと言えばもうこれぐらいしなきゃダメですよって教えてもらうわけじゃなかったら、うん、ほぼ生なんかでも食べるかもしれないでしょ、うんうんうん、でもそれでこう死に至ったとか寄生虫でどうのこうのっていうことはあんまりないよね、うん、ないですね現実的にね、うん、そういうことから考えたら、うん、いろんな生食って今まで言われてたこともどん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 やっぱり時代が変わって言ってるように日本で食することができる豚肉っていうのは、まあ、かなり、まあ、それこそ生でも OK ぐらい
こう安全になったというか、ね、衛生的にはすごい上がってきてるんでしょうね、っていうことかもしれへんしね。で裏返せば、もしそんな豚肉が、うん、みんなそうやってかなり、うん、安心感を持って、うん、ガンガン生で、うん、もしこれを生で食べるっていうのが流行ったりなんかして、うん、本当にそういう事件になるような食中毒になったら、うん、これ豚肉の提供なんかっていうのも生で出してはいけないと、うん、お客さんがそれをしゃぶしゃぶするとか、うん、焼くにしても生での提供はダメと、うん、調理したものを出しなさいっていうことになってしまったら、うんうん、これはね、だ豚肉の業界は逆に言うとそういうことの、まあそれも一つの風評じゃないですか、火通さなあかんで、それによって守られているんかもしれませんね、逆風評で、あ火通しようってちゃんと熱通してちゃんと調理してっていう、うん、生あかんでっていうのは、うんうん、なんか親の教えみたいなのが、それが一つのなんか守られてるんですよ、うん、絶対。だからたまになんか中がもう赤いようなとんかつの、うん、ここはいけますね、はい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 、出てきたらほんま大丈夫と、しかもこんなヘレで分厚いやんって肉汁がいやあかんあかんって思うのに出会ったりするでしょ。でそういう店しっかりとね大丈夫ですと書いてあるんだよね、はい、書いてるんですよ、なんでやねんと、なんで大丈夫なんて、ちょっとどんなとこで育ててんのか見してとか思ってまうぐらいのね。いやだけどそれは逆風評で守られてきたんちゃうかなと思いますね。牛は OK みたいなのありましたよ、そう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 、だから通ってない、いや牛やから OK やねんっていうのも言うたらそれも風評ですよ、そう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 、それによってそうなってまうというか、どんどん作る方もいや牛やからいけんねんいけんねんいけんねんいうのが慢心になっていくわけで、それでついにみたいなとこありますよね。まあね、うん、こう何も気にせんとね食べて、うん、でそうやって健康を害することがないっていうのは一番なんやけど、うん、でもまあ何万分の1ぐらいやったら、うん、もう自己責任で、うん、もう当たったらしゃあないかというような気持ちでね、うん、でもちょっとまあ禁断の果実を食べてみたいっていうのは、うん、もう人間誰しもあることやから、まあ、実際美味しいですからね、美味しくなかったらもうそんなもうシラウを泳いでるやつなんかすぐってこう飲み込んで喉越しがとかそういうそういうなんか変なこだわりのそんなんじゃないじゃん、ほんまに美味しいじゃないですか、うん、生レバーって、うん、だからやめれないっていうのもあります、ね、もう味わってますからね、はい、もう味わってもろたもんをここで終わりって辛いでしょ、うんうん、あのチョコレート食べてた人がもう今日からチョコレートあかんねん禁止や言われたらちょっと待ってやと思うようなとこにも似てるんちゃいます、ずっと食べてた人もいるでしょ毎日、うん、はい、なるほどね、ということで、はい、今日はこの辺でごきげんよう、はい、さよなら、はい。